さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、10月の12日、15時49分です。大谷翔平選手やダルビッシュ投手、まあ、松井裕樹投手や、山本由伸投手、あと阪神タイガースにいた、元阪神タイガースのスアレス投手など、まあ、今回ドジャース対パドレスというその、プレーオフ、もしくは、ポストシーズンと呼ばれている、まあ、日本ではその2通りの言い方で言われているので正式名称はちょっと私の方ではわからないので、まあ、インターネット上ではポストシーズンって書かれているんですけども、まあこの試合決戦を、まあ、最終的にドジャースが制して、まあ、次が、千賀投手の所属している、メッツと、試合を行うという形になってますが、この試合を振り返ると、まあ、非常に、無難に、まあ、物事が進んでるような形に見えていますっていうのは、例えば大谷翔平選手一人が例えば大量にホームランを何試合も打って勝ってるわけじゃなくて、ドジャースの選手がまばらに、各選手がホームランを打ってると、その始まりが最初はベッツ選手の、ホームラン性のレフト線の、ホームラン性の当たりを、パドレスの、レフトの選手が、ナイスキャッチと、一瞬僕も最初見た時にあこれもホームランだなって思ったんですけども、そこを、まあ、ナイスキャッチで、まあ、日本とあの球場の性質がだいぶ違うので、日本ではあんなにあのフェンスの低い球場ってないんですよ。でその手の感覚で見ると、そのフェンスよじ登ってとかじゃなくて、まあ、こう腰ぐらいの高さにフェンスがあるわけじゃないですか。だからまあ、そのホームランのゾーンのところのボールでもある程度大リーグの場合は、取れるケースがあると。でもちろん、キャッチされたあのパドレスのレフトの選手は、もうすごいスーパープレーだと思います。でその次の日の試合に同じようにベッツ選手の打球がレフト線に同じ位置に同じような位置のところにホームランを打って、今度はそのパドレスのレフトの選手はキャッチができなかったんですけども、まあほとんど同じような場所に行っていて、まあ取れるか取れないかの打球だったと思うんですよ。でそういうふうな部分でも、まあ、こうどう言ったらいいんですかね、両方ともにその良いプレーが出てるっていう形になってると思うんですよ。で山本由伸投手は初戦に投げて最終戦で、まあ初戦で投げて、まあ負けてはないんですけども、5失点してるんですよ。誤りの失点5失点の方なのかもしれませんし、でただし、最終戦のところで、ダルビッシュ投手との投げ合いで、0対2で勝ってるわけじゃないですか、まあ、今日の試合で言いますと。でまあダルビッシュ投手に関してもまあ一勝はできてるわけじゃないですか。で最終戦で、まあ、負けてるわけだから、要するにイーブンみたいな形に、まあ多くの人がそういうふうな形になってるような形で、まあ物事は基本的に進んでると。得点を見ても、まあ、最初の1戦目、そのパドレスさんが5点で、ドジャースさんが7点で、ドジャースさんが勝ってるんですけども、その次の試合、パドレスさんが、10点取って、ドジャースさんが2点と。で、ここで8点の、この7日だけを見ると、その8得点の差があるわけじゃないですか。で、今度それが10月9日は一旦1点差で、試合決着ついてるので置いときまして、まあ、パドレスさんが勝っています6対5で、で、
10月10日に関しては8-0なんですよ。その8対0のその得点がここに来てるような気がするんですね。でこれが日本のプロ野球業界の人たちとかだったら、僕は言ってる内容を長年プレーしている人たちとかで、そのデータ、他球団の得点まで、イニングの得点とか、そういったところまでしっかりと注視されている人たちは理解できる内容だと思うんですけども、これがね、まあ、今日のドジャースさんの、その、ドジャースさんとパドレスさんの2対0という試合に関しても、まあ、何が決め手になっているのか僕もちょっとよくわからないんですが、ただ心当たりがあるとすれば、まあ僕のホームページで、ドジャースさんとパドレスさんの試合はもう関わらないようにしますって、まあ一応記載してます。それしなかったら、無理やり起こすに生きようとして、する人間とか以前まではいました。まあ今日のケースだと、試合が終わった後、このままだとあっち側だぞとか、何かそういうふうなことを言いに来た男がいたんですけども、まあ一応それは警察の方に通報しました。で、それが何を意味するのか、そのメジャーリーグとかだけじゃなくて、まあ今日だったら、阪神タイガース横浜 DeNA の試合があったり、パリーグの方も千葉ロッテさんと千葉ロッテさんと、日本ハムさんの試合があるんですかね。で、これがね、多種多様に試合があるので、そのものがどういう意味で言ってきてるのかよくわからないんですよ。僕は今年は、横浜 DeNA さんが優勝する番だとか、そういうことはあらかじめ公言して言っています。まあ、それは最終的に日本代表のチームの勝ち負けっていうのが、まあ、僕中心で行われているわけじゃないですか。頭の中の供給とか。で、それで勝ってきてる部分がありますから、まず日本の国内として、一つの輪を作っていくには、第二次世界大戦の後からの優勝回数で、優勝回数を揃えて、物事、輪を保たなければならない。そのための、そうじゃなかったら、まあ、何回も言ってますけども、頭の中の搾取だったりだとか。だから、その辺のところは、もうこれ、腹割った話で、まあ、今のね、選手の人たちは意図的にそうしてるとは思わないですよ。ただ、今のコンピューターのこの世界の中で、東海岸のチーム、特に、まあ、ヤンキースさんとかが、まあ、金融街で、優勝回数一番多いわけじゃないですか、ワールドシリーズ。一番だったかな、どうだったかはちょっと覚えてないですけども、まあ、とにかく優勝回数が多かったと。で、今回のその一戦に関しても、無難な言い方をすると、最後の最後まで、盛り上がったと、第5戦まで。だまあ、まあ、負けてしまったパドレスさんやそのファンの人たちからしたら、残念な、気持ちになられるかとは思うんですけども、まあどちらかってもおかしくないっていう言い方ができるわけじゃないですか。だからまあその辺のところで、うちはもめにならないような形だったりだとか、まあそういうそういう意味での無難さもあるんですけども、その敬遠の部分でも結局まあ無難な形にもなってる、その試合数が多い。だからまあその辺のところで収益性のところに関してもっていう部分があるんですけども、まあその辺のところはNBAのザゾル問題を考えると逆になってしまうんですよ。だからまあその辺の部分とかも含めて、もういろんなこと込みで、それで僕はホームページに、まあ、ダルビッシュ有と松井裕樹投手が所属する、それプラス元阪神タイガースのスアレス投手が所属するパドレスで、ワールドシリーズをまだ優勝したことがないっていう部分があって、パドレスを応援したい気持ちもある方や、ドジャースに関しては、大谷翔平に、ワールドリングを、取らせてあげたいと。まあ、そういう一言を言ってから、山本由伸投手は、ドジャース行きを表明してドジャースに行っていると。で、まあ、こういった中で始まっているんですけども、一応インターネット上では関わらないっていうことは表記してるんですけども、実際こちらで何かどう
どういうふうなことが起こってるかって言ったら、例えばそのある程度ニュースとか見ていて、各ワンシーンワンシーンですけども、テレビで放送されるわけじゃないですか。でこうなってくると、まあ、試合が終わった後に関しては、まあ無料の、YouTube の動画で、まあ、ある程度短縮したものを拝見させていただいたりしてるんですけども、その時どうなってるかって言ったら、パドレスの選手がホームラン打った時にちょっとだけ頭の中取られてます。でドジャースの選手がホームラン打った時にちょっとだけ頭の中取られてますと。だからまあ自動でやっぱりこういう風な状況が出てきています。でまあそういった部分を含めて僕もまあ、対処のしようがないので、だからまあ、その辺のところが、今のコンピューターの、この社会の、まあ、難しい部分なんですけども、そこをなんとか無難な形で済ませていく部分の内容も多少なりとも聞いてるような気はします。もしかしたら、今日本当は2対0でパドレスさんが勝ってたんじゃないかなっていうのもあるんですよ。これ、本当はね、僕、昨日、そのパドレス対ドジャースの試合があると思ってたんですよ。中1日間入るって思ってなかったので、昨日油断していて、ポテトチップス2つ買ったんですよ。で、その、じゃあね、ポテトチップスその2つ、日本のプロ野球業界でもそうなんですけども、阪神タイガースが点取られたりしてるんですよ。で、いやいや、そのポテトチップス論に関しても、国内産のジャガイモを使ってるんだったら、エネルギーの残存の問題に照らし合わせたときに、じゃあフライドポテトと、じゃあ何が違うんですかと。じゃあ、それで得点できる根拠あるんですか、今までの得点返してくださいよっていうのが僕からのしたら主張なんですけども、まあその議論って毎日こうリセットされてるような気がするんですね。で、だからその2点で、だから普通に考えたら法の下の平等がすごく効いていて、日本のプロ野球界だけじゃなくて、プロ野球業界ちょっと法のところから、法の下の平等からちょっとペナントレース逸脱してしまってるんですけども、高校野球とかで言うと、例えば埼玉の春日部共栄さんだとか、浦和学院さんだとか、まあ、甲子園に、しょっちゅう出てきている、有名な、いわゆる、強豪校だとか名門校と呼ばれていた高校が、秋季大会に進めてたかな、進めてなかったかな、ベスト4ぐらいで終わってたような気がします。西武大という、まあ、聞き慣れないチームの方たちが1点差で勝ったりだとか、だから法の下に平等で、やっぱり電波がこうずっと往来してますから、そういうふうな内容で、まあ、大抵そういう日、その時間帯、まあ、僕からの影響はどれぐらいあるのかどうかちょっとわからないですけども、まあ、そういうふうな状況が日本でも起きています。で、それ考えていったら、ワールドシリーズをまだ優勝したことのないパドレスさんが優勝するところを、ポテトチップスを間違って2つ買ってしまったがゆえに、いや、昨日試合あると思ってたんですよ。さすがに、頭なんか取られるにせよ、試合終わってからだったら、もう出た結果は変わらないですから、基本的に。テレビ局はフェイクのデータ使ってきますよ。例えば去年の翔平とかは出てなかったと思いますけども、去年の、ペナントレースが終わった後、日本一が終わった後、アジアチャンピオンズ大会というようなものが、開催されていて、そこで、牧選手がホームラン打った時のカウントなんですけども、あの時牧選手に聞いた方がかもしくは横浜 DeNA のスコアラーの手書きの文書の方の人たちに聞いた方がはっきりするかもしれませんけども、ツーボールノーストライクの時にホームラン打ってると思うんですよ。でこれ確かその時解説席古田さんで、
他のもう一人の解説席の人もここはもう狙っていっていい場面、うん、いい場面ですっていうことを言ってたんですけど、まあ僕も心の中でもう次のボールランナーもいるし、もう絶対もう受注ハックは相手投手はストライクゾーンにボール投げ込んでくるから狙った方がいいと、まあ、そういうふうな形でホームラン打ってるはずなんですけども、つい最近その去年の、アジアチャンピオンズ大会だとか、この間のパリオリンピックの金メダルの試合だとかをテレビで放送をテレビ朝日さんでしてたんですね、今週です、10月のだからまあ10月の上旬あたりだと思います。まあ10日以内だったと思います。昨日ではなかったので、昨日は11日だから、まあ10日からが中旬なのかな、上旬なのかな。まあまあ、なぜ、そういう以前の試合が放送された時にカウント見たら、ワンストライク、ノーボールワンストライクに変わってたんですよ。ホームラン打ってるシーンのところ。それはもしテレビ局とかで管理してる人間とかでも分かっているのか分かっていないのか。AI によるバグなのか何なのか、その辺のところはちょっと僕にもよくわからないんですけども、すでに一度放送された内容に関しては、変えられています。で、最近、サッカー界で言うと、インターネット上では日本対サウジアラビアのサッカー代表、FIFA ワールドカップなんですけども、試合、もう10月6日の夜中の3時だったんですよ。もうこちらからしたらもう勘弁してくれという時間帯。で、もうその試合、もう 寝かせてもらえんのかな、どうなんやろうっていう、もうその状況。なんか、ちょっと前とかから、こう、寝る時間がだんだん遅れてきてたんですよ。で、もう、せっかくパリオリンピックの時に、明け方まで起こされていたあの状況からだんだん夜寝る時間が少しずつちょっと早くちょっと早くでこう少しずつずらしていって、まあ夜中の1時ぐらいには一応眠れるような形にはこう半月ぐらい前まではそういう風になってたんですけども、ことFIFA ワールドカップの予選が始まるでしょう。で、だんだん時間こうずれていって、あ、これ、10月6日のサウジアラビアの試合に時間設定されてるなと思う。そこ、まあ、問答無用で、寝ましたっていうのは、そこまだグループリーグで、1試合目も2試合目も大量得点で勝ってるんですよ。で、そこの、3戦目で仮にサウジアラビアに負けたとしても、あともうどうとでもなるんですよ。1位2位が通過できますから。だから、それで、問答無用で寝たんですけども、今度ね、テレビの放送が、報道ステーションだと思うんですけども、昨日の金曜日。10月10日か10月11日に試合があったことにして、テレビで放送してるんですよ。で、その前に YouTube で無料の動画で上がってきてるんですよ。10月6日のその日本対サウジアラビアの試合に関して。で、これまだ翔平が子供の頃の話だから、まあ今説明しておかなかったらわからないと思うんですけども、僕は二十歳ぐらいの頃にそのエネルギーの残存量問題の方が重要だっていうことになって、その頃のサッカーの国際試合ってどこで行われていたかって言ったら、中立地帯の試合、国で試合が行われてたんですよ。っていうのは、治安的にもそうなんですけども、例えばヨーロッパのサッカーのクラブチームの人たちがファン同士で、ものすごい数ですよ。何百人同士か何千人同士で喧嘩始めたりだとか、ファン同士で。で、まあ、治安的にも悪かったっていう部分があるのと、あと、サッカー界の、マラドーナと呼ばれてる選手だったと思うんですけども、アルゼンチンの、神の手ゴールって呼ばれる、要するにハンドでゴールして、あれもう絶対審判団から見えてるんですよ。だけどもそれスルーされたのは、僕のこれ推測なんですけども、その当時、その少し前に、あのワールドカップがあった、その少し前にフォークランド紛争っていうのがあったんですよ。イギリスがそのアルゼンチンの、近くの、まあ、諸島のフォークランドに関して、まあ、イギリスの支配下に
置こうとして再度侵攻したと、再度占領したと。国連っていうものが第二次世界大戦の後出来上がっていって加盟国が増えていってと、最初の頃って第二次世界大戦が終わった頃って国連加盟国って50カ国があるかなかったぐらいなんですよ。40数カ国ぐらいだったと思います。まあ第二次世界大戦が終わった日っていうのはその国によって違うので、これは世界中で、その国によって、いやうちの国では何年何月に、第二次世界大戦終わったことになってるって、いうことになりますけども、これなかなか話整合性合わせにくい状況はその当時からあったから、まあそのままスルーされてる部分はあるんですけども、なぜ1980年頃だったと思います、フォークランド紛争で、もともと政治とスポーツってすごく密接に関わってるんですよ。だからその辺の部分があって、でああいうふうな神の手ゴールが結局スルーされたんじゃないのかと。ただしそこ対戦相手がイギリスだったら、まあ、それだったら話分かるんですけども、決勝の対戦国は違う国ですから、それも何とも言えないじゃないですか。まあ、コンピューターの稼働もそうですけども、昨年はレンジャーズさんがね、初のワールドシリーズ優勝という形を、まあ、チャップマン投手とか、まあ、レンジャーズに加わってくれたりだとか、セミエン選手もセカンドの、歴代本塁打、セカンドの選手として48本塁打を放った人は、48か46だったと思うんですけど、セミエン選手だったと思うんですよ。セミエン選手も、レンジャーズの方に行ってくれて。で、あれ、からくりがあって、イギリスか、その隣がスコットランドでしたっけ、アイルランドでしたっけ。僕もちょっと地図見てみなかったら、世界地図見てみなかったら、ちょっとごちゃごちゃになってくるんですけども、なぜ、向こうの方にもサッカーリーグでレンジャーズっていうチームがあって、そこも優勝回数めちゃくちゃ多かったんですよ。でそこは優勝しすぎてるがゆえにレンジャーズが優勝できてないっていう、この可能性があったと。もともとアメリカ合衆国っていうところはイギリスからもフランスからもドイツからもロシアからもスペインからも、イタリアからも、ポルトガルからもいろんな国の人たちが、もう1700年の頃にはもうだいぶもう町が出来上がってるぐらい、移住されていましたと。まあ1400年ぐらいから移住が始まってたんですが、だからもうその辺のところも僕もその当時って写真とかはないですから、証拠になるようなものがないから、まあ尾ひれとかがついてきて話に、まあ、正確な記録っていうものっていうのはなかなかないとは思うんですけども、その文章が残ってるにしてもですよ、現地見に行った人でその人の直筆のものなのかだとか、そもそもいろんな国の人たちが乗り込んでるか、言語がもうバラバラじゃないですか。そんな状態で、社会が動いてた状態でしたか、すごく難しかった状況だったとは思います。で、会社関係のつながりとかもあるのかもしれませんし、だからコンピューターがどういうふうな稼働をしてたかだと思うんですよ。だから西地区の方がチームの数が少ないだとか、東地区の方、中地区といっても東寄りにこうチームの本拠地が、あるだとか、まあそういうふうなこともある程度は理解してはいるんですけども、うん、まあそういうふうなところも、これ多分そうじゃないのかっていうことを数年前に指摘して、サッカー界で。で一応まあセルティックっていうチームに日本人が多数乗り込んで、そこが優勝することによって、そのサッカーリーグのね、レンジャーズを押さえつけて、でまあそれも一つの要因かもしれないんですよ。だからまあ本当のこと言うと、国連、世界中国連加盟国ですから、ある意味一つの国と言ってもいいんですよ。で、まあ、今の国境がある範囲で登場してくださいと。まあ、そういうふうな、形といえば形だと思うんですね。
条約とかありますから、その国際条約に加盟国は従わなきゃならないルールになってるじゃないですか。だから、一つの国、まあ、国連加盟国っていうことですから、まあ、それで一つの国、アメリカ合衆国の延長線上みたいなものだと思うんですよ。要するに、いろんな国の人たちが、移民してきて、いろんなことがあったにせよ、アメリカ合衆国という今の一つの国がありますと。各州によって、法律がちょっと違うかったりだとか、そういう、日本でも同じですけども、市による条例があったりだとか、そういうふうな部分で、そういうふうなところも、いろいろと見破らなかったら、それが達成できなかったのかなとも思いますし、ダルビッシュ投手が今日投げていて、だからそこの判断はすごく難しいですよ、そのポテトチップスの話ね。いつまでもこだわってるように見えるかもしれませんけども、これ毎回そうなんですよ、本当に日本のペナントレースも。これインターネット上で先ほども言いましたけども、サッカーのね、日本代表の試合、最初10月6日っていうふうに、サウジアラビア戦、表記されてたんですけども、途中から10月10日に、か10月の11日に変えられて、インターネット記事で。で、テレビの放送もね、そこに合わせて来られてるんですね。で、あとテレビで、一般的な報道に関して、iPad やスマートフォンとかで撮影をして、で、そのデータをパソコンに移しましたと。で、どんなことを受け答えしたか、裁判所に提出するときに、その文章を書こうとしたときに、一回確かに喋ってると。で、メモすると。で、もう一回再生するとどうなるかっていうと、その部分がなくなってたりすることがあるんですよ。絶対に消えない文言とかもあるんですけども、基本的には政治家の人たちが喋ってる内容に関しては、一度喋った内容は変わらないです。だからその辺のところは政治家の人たちの方が本当は信用できるっていう話になってくるんですけども、まだ嘘を言わないっていうところで、知らないことがあるにはせよですよ。これだけもうテレビの放送の情報とかからしてもめちゃくちゃですから、ホームページで YKS の履歴の一部見てもらったら分かります。台風の件に関しても、日本ではあんなふうな形で台風発生していることにして、本当はアメリカの方で発生していた台風のはずなんですよ、17号に関しては。で、19号に関しては多分インド洋だと思います。そこはホームページで YKS の履歴の一部に記載している内容だとか、何日か、遡って、その気象庁とかの発表してるデータ、だからそこが発表してるデータになってくると、同じことなんですけども、テレビ局の元は NHK であって、 NHK 料金は税金であって、 NHK の管轄は総務省であって、上は総務大臣であって、結局内閣っていう形になってくるわけじゃないですか。で、気象庁も、行政の、組織であると。で、そこが、嘘を表記してる映像っていう形になってるんですけども、それがなぜそうなってるのかっていうところの理由はよくわからないんですよ。だから映像で出てくる、その雲の様子とかも、これずっと今まで僕が撮影していた動画とかで、どうすれば晴れるか、どうすれば曇るかとか、いろいろ今まで言っていて、実際そうなってると。で、例えば、10分前まで辺り一面見渡す限り、雲ばっかりであったと。その10分後は、例えば今のような形で、今日はずっと晴れですよ。今日はずっと晴れなんですけども、こういうふうな快晴に変わったりだとか、だからこういうふうな現象があるから、神がかり的な力の世界です。だからコンピューターの表記してくるデータの映像とかも、もともとあまり意味がないっていう結論にも、もともとなってるんですよ。27年前に。世界中の政府上層部の人たちとかが集まっていたり、そういう人間関係のあった中で、テレビ局とかにもそういうふうに言ってましたし、だから昔の新聞とかはどうだったかって言ったら、読売新聞も朝日新聞も毎日新聞も産経新聞も、お天気の予想に関して全部、意図的に全部バラバラの情報を出してたんですよ。これが本当の話なんですよ。
まあ、昔なんかはもともと天気予報なんか当たらないって言われてたんですけども、今はどちらかというと、その先に予想した内容なのか、未来からの情報なのか、そちらをベースにして天気予報を出しているのか、ちょっとまあ僕もよくわからないですね。ただまあ、台風消滅云々とかをホームページ、淡井圭介の日記に法律名まで出して、対応してますけども、まあ実際風が吹いていたりだとか、雨降ったりだとか、そういった現象っていうのは実際見受けられます。特にこの間の台風17号の時だとか、それ以前の時とかは基本的には風だけだったんですけども、まあ、ここ最近に来て雨風も加わる形になってたんですけども、その時ってどうかっていうと、スポーツの日本でいうと、まあ、日本のペナントレースとか止まってる時なんですよ。で、メジャーリーグに関しても、そこを意識して今喋ったりしますけども、もう晴れのね、今の時刻もう14時20分なんですけども、かなり明るいでしょう。これ僕は光量光の量って呼んでるんですけども、その基本的にスポーツ業界と関わることによって、晴れの方向に物事が進みます。だからその辺のところも何原理なのかちょっとよくわからないんですよ。経済原理の方なのか、人間の文章とか打ち込んで雨風台風から取れたりできます。それも私がすでに証明しています。そのような動画は証拠の動画いっぱい日々上げてますから、それがもうすでに証拠です。で、それがまず防災の一つの方法でもあるんですけども、だから日本でいうと、国境からクライマックスシリーズなんですよ。だから晴れになってるっていう部分もあるかと思います。じゃあ、まあここから先はちょっと僕の悩みですけども、台風19号に関して日本では昨日消滅したっていうことで放送されてるんですよ。それフェイクかもしれないんですよ。もしかしたらインド洋の方で発生してる台風で、もしかしたら台風消滅に、協力しなければならないかもしれない。台風の大きさとか規模とかわからないんですよ、全然。これは経済原理的なもので、いや、試合が中止になったりとかして、後々に伸びたら伸びたで、今度お客さんの方も、あんまり季節が進みすぎると、まあ、開催される場所にもよりますけども、日本シリーズの頃には、ナイターとかだったら結構寒いだとか、まあ、そういうような状況もあるでしょうし。だからまあ、テレビ局に関して、なぜこんな放送の仕方をしているのかっていうところ、余計物事がコントロールしにくくなると。まあ、こういうふうな状況ですね。まあ、次の、千賀投手の所属しているメッツとの試合なんですけども、そこもまた僕としては中立の立場にいようかなと思っています。で、今のところクライマックスシーズン、あ、違う、アメリカの場合はポストシーズンですね。ポストシーズンの場合は、もうワールドシリーズ優勝したことのないチームって、今も残ってないですよね。パドレスさんだけだったと思うんですよ。だから、どういった印象ね。僕もまさか間に中日があるって知らなかったんですよ。日本のペナントレース、ペナントレースじゃない、日本シリーズとか、中日ってもともと昔ありましたっけ？なんかもう4連戦とか、そういうイメージとか、特にクライマックスシリーズとかはそうじゃないですか。
順位によってどこが本拠地なのか、例えば2位のチーム、まあ、今日2位、3位の試合ですけども、2位である阪神タイガースの甲子園で、試合を行うとか、そういうイメージがついてるので、こう一気に行うようなイメージがあったんですよ。だからまあ、だからこれパドレスの人たちからしたら、叱られるかなと。だからこう今日中、いやだからね、僕としても、まあ、そのポテトチップス買ってから気づいたんですけども、後からクライマックスシリーズの、その昨日もね、その、どうしよう、食べるなら今日しかないなとか、そういう状況だったんですよ、その、たかがポテトチップス買う運動に関して。で、あんまりその、スポーツの勝ち負けばっかり意識すると、意思をこのままおやつ食べれない意味が続くと、こういうことになるから、スマートフォンで一回、その、買う前に、クライマックスシリーズの予定とか見てみようかなとか思ったんですよ。けど、それは日本のクライマックスシリーズで、もうドジャースの試合とパドレスさんの試合に関しては、もう昨日の時点で、終わってるって思ってたんですよ。後から上がってくる、まあ、無料の動画を見て、いろいろ、まあ、どういう風になってたか、まあ、見たらいいかなというところで、まあ、ホームランに関しては、その、まあ、その僕の頭が空いてる部分に関してはですよ、それのところも、五分五分状態になってますので、まあ、お客様を喜ばせてあげるために、その、そういう風になってるのかなっていうところが、結局死んで捉えてるか捉えてないかで、飛距離だいぶ変わってくるわけじゃないですか。その、この間のその、ムーキーベッツ選手がホームラン入ったところの試合の時、他の選手の人もホームラン打ってると思うんですけども、両チームどちらの選手からも、頭の中、ちょっとだけですけどね。50% とかの大量供給の状態じゃないです。50% の大量供給、ほんときついですから、あんなのは普通の人間、3時間以上続けられません。で、精神的に崩れますね。持たなくなって、普通の人間は。よっぽど爆発を踏んでないと。で、まあ、その自動でちょっと取られてる分に関して、あんまり僕もガツなこと言えないんですけども、あんまりその、とてもいいと思う。これ言いにくいんですよ。それ言ったら、こんなにたくさん世界中のスポーツ関わってたら、一日中捉えっぱなしになるでしょ。で、今日もある程度意識してる部分とかもあって、ドジャースとパドレスの試合が終わったぐらいまで、一応まあ、起きてるのは起きてるんですけども、もう布団の中から動いてない状態で、試合にどういう方に影響が出るのか、もう判断難しいんですよ。翔平の方は寝といてって、まあ、言ってくれたわけじゃないですか。それまでのポストシーズンで、日本時間の朝の5時からの試合とかあったから、もうそんなことされたらもうこっちたまらないから。死ぬから、本当に。で、パドレスの方も、基本的に今シーズンに関して、シーズン最初の方、東地区の方とかで試合たくさんあるわけじゃないですか。あれ、日本時間の夜中の2時、3時、4時とか、それぐらいに試合行われてるんですよ。で、基本的に寝てる時間帯の時の方が、パドレス、もう途中から勝ち始めてるんですよ。それ指摘して。で、それもあるから、とりあえず寝転がっていようと。もうで、もうこれ、あんまりもう僕悩みたくないんですよ。どちらの型を持ったらいいのかっていうところで、型やその、ワールドシリーズまだ優勝したことがない。もうパドレスさんでしょっていう話もあるし、まあ、日本人としてダルビッシュ有とか松井裕樹投手もいるし、で、元阪神タイガースのスアレス選手も、所属してるので、もともと阪神タイガースで去年スアレス選手がいいピッチャーだったっていうことが分かっていたから、その優勝したし、そのまだワールドシリーズ優勝していないパドレスさんの方に行ったと思うんですよ。やっぱり球も速いですから、やっぱり防御率もいいですし、かたやドジャースに関して自分から言い始めた大谷翔平にワードリングを獲得させてあげたいと。で、そこに、
過去よく言うとですよ、あの男気を発揮した山本由伸投手が、じゃあ僕もドジャースに行きますと。でそこにはプラスで能登半島の地震とかの被災地の人たちにその義援金をドジャースさんは、まあ、大谷翔平選手という形の名目になってますけども、僕の見立てとしては多分ドジャースの人たちが出してくれたっていうことだと思うんですけども、まあ1000万円の寄付があったと。板挟みなんですよ、もうどちら応援したらいいのかなと、これとにかく動かんとこみたいな形で、で、まあ、片や天気の方ではああいうふうなことを記載してる文章を読んでもらったら分かる通り、自分なりに昔の答えっていうところ、もう一度辿っていく形で、な本当は昔も聞いたことあるんですよ、その台風の名前でどこで発生してるかっていうところを判断したらいいっていう話を聞いたことがあるんですよ。それも27年ぐらい前です。国会議員の人たちとかが働きに来たりだとか、まあ、その後もそうですけども、いろんな現場で会いに来たりだとかのルールのはずなんですよ。僕もはずとしか言えないんですよ。もうこんなにいろいろあるといろんな意味ですよ。人為的にこもってるところを一気に全部晴れとかできますから、神がかり的な力の方で。コンピューターも予想がつかないといえば予想がつかないんですよ。だから今年の台風に関しては、兵庫県の方にはまだ来てないことになってますけども、本当は来てます、台風。で、その辺に関しては、まあ映像で押さえときた方が良かったと思うんですけども、残念ながらその時の、風の吹き方、それも先ほど撮影したような、ああいうふうな、こう、晴天の青空で、風めちゃくちゃ吹いてましたから。ずっと。継続して何時間か。なあ、まあ、表現には来てるだろうなっていうのはあったんですけども、思い込みの方ですね。だから、心の中とか頭の中で考えた言葉とか、心の声とか頭の中で考えた内容だとか、喋った内容だとか、いろいろあると思うんですけども、効力っていうものが結局3つともあるんですよ。で、っていうことは、テレビで台風来てることを言わなかったら、大型化もしなければ、まあ、とりあえず本当に台風は来るけども、被害出ないんじゃないかと。っていうのは、僕の一つの答えなんですね。片やもう一つは、正確な情報をあらかじめ出してきて、台風の卵って呼ばれてる状態、まだ、台風が風速何メートルから台風と呼ばれるようになるかわからないんですけども、台風の卵っていうのは、例えば、風速5メートルとか、7メートルだとか、ある程度、もう、渦にはなってるっていう状態、もうその状態から雨風雲を取るっていうことを世界中で行っていれば災害にならないんですよ。だからどちらの方がいいかっていうところは意見いろいろ分かれるかと思うんですけども、その今年の春先3月か4月頃のその風がね、数時間兵庫県の方で、ずっとゴー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 風が吹いてる時、もうさっき撮影した空の状態でしたから、まあまあ今のところ僕の結論としては、正確にどこの国で、台風の卵が現時点で発生していて、それに対して世界中で、雨風雲を取ると、それは基本的に起きてる時間帯の人たちで行うと、まあその寝ようとしてる人たちまでは参加させないような形で、まあ、それじゃなかったらその睡眠のところに支障が出てきますから、まあ、それは一番無難なんじゃないかなっていうのが、まあ僕の一つの見解でもあります。ただテレビ出る、ただこれも世界中のアナウンサーの人でこれ協力してもらわなきゃ困るんですけども、テレビで大型化を止まれないでほしいんですよ。それ言われるとやっぱりそうなってましたから、気圧がどうのこうのとかのそのデータが間違ってたらどうするんですかって、何根拠で気圧のことなんか言ってるんですかってね、コンピューターのそのデータが間違ってたらどうするんですかって、
あとは人間の言ってしまったことによって、それを聞いてしまったことによって、それを見てしまった人たちがその通りなんだって信じ込んでしまった場合、そうなってしまってる。これも可能性としてあるんですよ。神がかり的な力の世界で。世間に公にはできないですけども、阪神タイガースの試合で、完全に僕は声に出して言ってるシーンとかであるんですけども、やっぱりちゃんとバントできていたりだとか、そこ、ある程度法律をもとに言っています。判例とかをもとに。まあまあ、そういうふうなところも、込みで、まあ、パドレスさんにしても、ドジャースさんにしても、その、お疲れ様でしたと。たにもかくにも、ワールドシリーズ優勝をしたことないパドレスさんが優勝できなかったのも、その僕としては残念なのは残念なんですけども、かといってドジャースが負けるのも、もう僕も能登半島の、日本人として能登半島の現金もらってしまった方だから、もうこれ板挟みで、もうこれなんとも言えない状態で。で、まあ次は日本人の所属しているメッツでしょう。だからもうこれもね、また僕は中立を公言しながら、結局けど動画とか見たときに、もうどうなるかも分かってるんですよ。見てるときに頭なんか取られるって。で、これ、もっと言うと、スポーツの話をね、しただけで、今までの動画でも散々言ってたと思うんですけども、それだけでも頭なんか取られ始めたりしてたんですよ。ほとんどの時が。っていうことは、メジャーリーグ、が大体終わるその時間帯、日本時間でいうと14時ぐらい、昼過ぎの2時14時ぐらいがになったらメジャーリーグの試合はまあほぼほぼ、まずないと、終わってると。だから裁判を行うにしても14時以降とかに本当は裁判がしたいんですよ。スポーツのこととかを裁判所で説明しようとしたり、スポーツって言ってしまった段階でもう頭なんか取られ始めるし、テレビ見たで頭なんか取られ始めるし、そのスポーツコーナーとかですよ。で、まだ、報道ステーションのアナウンサーのヒロドっていうものね、やっと最近言わなくなったんですけども、それ警察に通報した時に説明して、それでやっと言わなくなったんですけども、テレビの画面でね、視聴者に向かって、あれ完全に僕に向かって言ってたと思うんですけども、よろしくお願いいたしますって言ってくるんですよ。それ言うことによって、夜中絶対起こされたりだとか、それ 100% です。どんな人間選んでるかって言ったら、髪の毛染めてる人間選んでるでしょう。ヤンキー不良か。人の命のことなんか全然何も考えてない。やめなさいよって言っても、あいつずっとやめなかったから、ヒロドアナウンサーは。僕は睡眠不足になったら、どこが優位になるか。簡単ですよね。で、あいつ東京行ってるでしょ。で、今年のセリーグ1、読売ジャイアンツ。第三者の国の人にしてもらった方がいいスポーツの勝ち負け。その方が絶対忠実性保てるっていうのがね、これはもう僕の最終的な見解ですね。もう絶対お金が絡んでくるから、あと道歩いていた時にファンに絡まれたら怖いっていうの、それもあると思いますよ。もともとそれ始まりで、阪神・淡路大震災の後、その芸能界でね、それなりにその当時、まあ、30歳過ぎぐらいまでで、まあ、それなりに、有名人だったものに関して、本当は、神戸市生まれの者たちが、まあ、東京都が出身地、出生地ではなくて出身地っていう書き方でごまかしたりとか、もうそれがね、岸田総理、岸田さんも、本当はあの人、広島県生まれなのに、いつの間にかインターネット上で東京都出身地ってなってたんですよ。というわけでですね、まあ、先ほど動画の撮影が容量が足らなくなったので、まあ、
最後、今回のメッセージ。あと、まあ、ちょっと印象に残ってるのは、まあ、フリーマン選手が、まあ、足首の、その、捻挫、まあ、故障してる状態で、まあ、痛みを抱えている状態で、まあ、試合出場して、第何戦だったか忘れたんですけども、内角低めのボールをコンパクトなスイングでうまく、芯で捉えて、センター前のヒットだったと思うんですけども、まあ、綺麗に、打ち返していて、まあ、見事なものだなと。その痛みを抱えたまま試合に出るかどうかに関しては、まあ、いろいろは、物議があるとは思うんですけども、まあ、その、きれいにセンター前、その、右足首、左足首、右足首だったと思うんですけれども、左足首でしたっけ、まあ、どちらかの足首が、まあ、捻挫してるっていうことは聞いてましたけども、その、痛みのある中で、きれいにコンパクトなスイングで、内角低めの、まあ、ストライクゾーンともボールゾーンともどちらとも、まあ、受け止めれるようなボールをきれいに芯で捉えて、お手本のようなセンター前ヒット、まあ、そういうヒットとか、まあ、実に見事だなという部分とか、まあ、あとは、相変わらずインターネットでは変な記事がたくさんあります。第何戦でしたっけ、ちょっと忘れましたけども、ドジャースの人たちが守備の時に、パドレスの選手が、ファーストにいて、ファーストゴロで、まあ、ゲッツーの形だったと思うんですけども、セカンドに送球した時に、まあ、パドレスの選手、マチャド選手でしたっけ、当たってっていうケースなんですけども、その記事の書き方がその YouTube とかでもそうですけども、マチャド選手の走塁の仕方がどうこうみたいな見出しの記事をつけてるんですけども、まあ日本人はその野球部の人たち結構いるんですよ。すごく日本でも1人を争う人気のあるスポーツですので、だからまあ野球経験者の人だったら分かると思うんですけども、あの位置からファーストの人が投げるときって右の方か左の方、どちらかその走者の人を避けて送球しなかったらもう絶対当たるじゃないですか。今時の選手に対して体大きい人たち多いですから、マチャド選手も結構体大きい方だと思うんですよ。で、マチャド選手も別に守備妨害なんか何もしてないんですよ。セカンドに向かって一直線に走ってますし、ただ後ろからもう送球来るっていうのは分かってるから、こうちょっと怖がってるような状態で、だからまあそれが他の人からしたら、その全力で走ってないように見えてしまったんでしょうね。もうあの状況って、ファーストのベースのすぐ隣とかで補給してしまった場合、体ちょっとずらしてから投げなかったら無理でしょう。ほぼショートの人とその対角線上に絶対重なりますから、だからまあそこは別にもう当たってしまったプレーはしょうがないといえばしょうがないでしょうし、まあ方法があったとしたら、まあこれも難しいですけどね、打球の取り方、そのもう一度 VTR 見てみなかったら、もう少し前で取っていれば、まあ角度がつくわけですから、まあ走者に当たることなくセカンドに送球ができていたりだとか、ただそのバウンド運があるわけじゃないですか。取りやすいバウンドと取りにくいバウンド、そこは無難に、取って、まあセカンドに送球をするっていう方が賢いのか、無理して取りに行って角度つけて走者に当たらないようにしてセカンドに投げる方が賢いのか、これはもうそのプレーが終わってみなかったらわからないことですから、だからまあその一つ一つの動作が終わらなかったらわからないことですから、まあしょうがないプレーといえばどちら側としてもしょうがないプレーだと思いますよ。その走者の人たちもマチャド選手がこうちょっと身をかがめながらセカンドに走っていったのも、
まあ、野球経験者だったらそれあの位置で取られたら多分来るなっていうのがあると思うんですね、今までの経験とかで。であとはまあ大谷翔平選手、まあ翔平がその、サードを回って、ホームを狙った時にホームで、アウトになってたケースなんですけども、サードの人がパドレスの、ボールをキャッチすることができてなくて、ボールが後ろにそれたのを判断してサード回ってみたんで回ったんでしょうけども、その後すぐに審判の人の手に当たって、すぐ前に落ちるっていう、まあ、あの現象もすごく不思議といえば不思議です、手に当たったとしても後ろの方にボールが転がったりとか、もうちょっと例えばレフト線上にレフトに向かってボールが転がっていったりだとか、ちょうどサードの前の方に、サードの人が、まあ、すぐに、取って送球したら簡単に間に合うところに落ちるっていう、ああいう現象もその辺のところもいろんな神がかり的な力が効いてるんじゃないかなっていうふうには僕からしたらそういうふうに見受けられますね。まあ他の競技もそうですけども、ライト線のヒット、例えば、ライト線から線のそのラインのところから、20センチ以内のところに、打球が飛んでいるとか、ああいうような打球って、絶対ライトの人も、まあ、レフト線もそうですけども、線上ライナーで20センチぐらいのところに打球打ち込まれたら絶対みんな取れないわけじゃないですか。そこ取れるときって、よっぽど変な守備体系で、そのラインの近くまで寄ってるわけだから、今度、センターとレフトの間がガラガラになるわけで、そこを抜けたら一番、遠いところにだけ転がっていくから、それは絶対ありえないケースになるんですけども、そのオンラインっていう話があって、バレーボールでもテニスでも、ラインの上にボールが着地した場合は、オンラインっていう認識なんですね。だからまあ、フェア、まあ、バレーボールとかで言うと、それはコートの中に入ってるだとか、テニスで言うとコートの中に入ってるだとか、だからそのラインの上のところをめがけて打ち込めてる状態って、頭の中かなり供給されてる状態で、神がかり的な力かなり効いてる状態なんですよ。そういう、その辺ばっかりにボールを平気で打ち返してくる状態って。だから、まあ、野球でも、そのあたりにボールが飛んでるときって、ああ、だいぶ神がかり的な力が効いてるなと。だから、まあ、僕の場合は、その、ホームラン打たれたパドレスの選手にしても、ドジャースの選手にしても、ちょっとした上乗せですから、もともと誰かが頭の中を、供給してると思います。まあ、両チームのその選手、まあ、ピッチャーの人にも、その、まあ、親族の方かもしれませんし、ファンの人かもしれませんし、僕のような存在かもしれませんし、かたや、バッターの人にも、誰かが頭の中を供給していると。それプラスで言ってますから、やっぱりああいうふうな形で、ホームランっていう結果になるんだと思いますよ。その、死んで、すごくいい芯の位置で捉えやすい。で、飛距離もやっぱり、飛んでるところを見たらセンター方向で、結構飛距離出てるわけじゃないですか。で、どちらにしてもドジャースの人にしてもパドレスの人にしても一つはセンターともう一つはセンターからややレフト寄りのところだと思うんですけども、どちらとも飛距離、かなり出てると思います。まあライト線レフト線の近くのボール近くのところとかだったら飛距離あんまりいらないって言ったら変かもしれませんけども、まあ110メートルぐらいのところに打ち込むのは、まあ大体ホームランになる、なりますけども、まあセンターとかの場合だったら120メートル以上、まあ大体130メートルぐらいを目標にするような打球じゃなかったらフェンスを越えられないわけじゃないですか。まあまあ、僕のもう一つの悩みとしては、その、だからまあ、最近結構スポーツコーナーのところで、あんまり興味のないスポーツとかは、
もうやめとこうとかで、こう電源オフにしたりだとか、もうキリないからっていうところで、これ以上なんで頭なんか供給せなあかんねんっていうような状態で、まあまあ、大谷翔平選手とかに関しては、ある程度のところでは、その、まあ、ノドハントも地震の件の、義援金の件とかありますから、まあ、しょうがないなというようなところで、対応しています。だから、だいぶ前からなんですよ、そのオリンピックの時に、まあ、パラリンピックの方なんですけども、他の国の選手の方に、日本人選手に力とか、渡そうとして、まあ、どちらかというと、僕自身みたいな、その、魂とか霊魂の方に近い方なんですけども、そこはこう、体からこう、完全に抜けてる状態で、他国の方の選手に行ってしまった、まあ、水泳の競技だったんですけども、まあ、その選手って、もともと、金メダルとか取ってるんですけども、ワールドレコード、まあ、テレビさんが、こうあって、まあ、こっちから向こうに向かってこう泳いでるとするじゃないですか。じゃあ、例えばワールドレコードがこの辺ぐらいにあったら、ラインが。じゃあ、大体選手が、まあ、この辺とか、これをちょっと超えるところとかで、まあ、大体、世界記録って更新されていくと思うんですけども、2カ国のせいになった時に、もともと実績のある選手ですよ。ラインがもう画面の端で、本人もうこの辺行ってるんですよ。他も、誰も選手見えてないんですよ。まあ、距離にすると400メートル以上の、水泳の距離だったと思いますけど、これで200メートルぐらいだったらだいぶ、怖い世界になってくるんですけども、なんというか、その2位とか3位とか、いろんな他の国の代表の人の力までその人に行ってるんちゃうかっていう、普通ないやろっていう。完全にテレビの画面、一画面ですから、距離にして、ワールドレコードよりも10メートルぐらい先行ってるんですよ。今までのオリンピック自体、他の人の力上乗せで、ワールドレコードを出してきてるのに、さらに、その10メートル先を行くっていうことは、この人一体何人分の力借りてんのっていう、もらってんのっていう、もらうというよりも、まあ借りてるっていう言葉に、もう一度変換しておきます。そうじゃなかったら取られっぱなしの状態になってしまう可能性がありますので、まああまりスポーツのその辺の話し始めるとキリがなくなるので、この辺にしておきます。両チームの皆さん、お疲れ様でした。まあ次のインターネット上のホームページ、淡井圭介の履歴の一番では、もう時間帯見ました。夜中の2時とか、無理だか、日本時間の夜中の2時ぐらいですから、そのドジャースと、その、千賀選手が所属するメッツさんの試合時間、本当に、もうこちらも本当それ無理だから、関わらないようにしますって、その法律名、民法720条、正当防衛、1-02を行使して、もう関わらないようにしておきますっていう表記は出しておきますけども、多分どうせ YouTube とかで見た時にどうせ頭なんか取られるんだろうなっていうの。だからこれね、物事の結末としてその頭の取られる状態からどうすれば僕は逃げれるんだろうっていう。だから去年もその普通に仕事をしに行った時にスタッドレスタイヤの交換の仕事の話したと思うんですけども、命綱なしとかでパレットの、三段上とか、まあ登ったりとかするんですけども、まあ高さかなりあります。でパレット自体そもそも連結させてないんですけども、まあ、それはパレット同士が、急に崩れたりすることって地震が来ない限りはないんですけども、命綱なしで登ったり降りたりしてますから、まあ足滑らしたらもう大怪我します。下コンクリートですから。だからそんな中で力仕事をしていた時に頭なんか取られたりとか、電波でごちゃごちゃ言われたりとかしてましたから、それ言葉で何も言ってないのにですよ。頭の中でちょっとあれこれ考えただけですよ。本当に。この状態からどうすれば抜け出せるんだろうっていうのが、まあ僕の一つの悩みですね。だから本当は僕は、危険な仕事はするべきではないんでしょうけども、
もう勘弁してくれっていう状態ですね。以上です。まあ一応天の神様への安全のお祈りと、あとは台風の表記の仕方について気象庁も国連単位でもう本当の方の情報で物事進めませんか。戦争のフェイクニュースとか本当に鬱陶しいんで、ちゃんとエネルギーの残存量問題でロシアはオリンピックにもう参加しなくなりましたっていうことをちゃんと公正に言ってあげるべきですよ。そうじゃなかったらロシアの人たちの立場とか公正性は全然ないわけですから、昔の戦争の話をずっと日本で放送してる、もう日本のしてることの方が違法度はかなり高いです。他の国のニュースを見てみないとわからないですけども、それで変にプラスマイナスゼロにしてるとか、だから嘘を、戦争まで嘘ネタを使ってテレビに出て稼いでる連中の方がどう考えてもクレイジーですし、だから形として悪いことをしてる人がずっと会社に残って高所得者になってるっていう話になってしまうでしょ。天下りの話とかありますから、議員さんとかも、その特別その総理経験者の人たちを非難してるわけじゃなくて、このシステム自体に無理がありすぎて、世界中どこの国も誰が一番上になってもその人が全部バレたら責められるシステムになってしまってますから、誰も一番上になりたくないでしょうし、誰もその事態の解決ができなくなってしまってるこのシステムっていうものをなくさなかったら、まあもうエネルギーの残存問題の話から言うともう絶対滅びます、まず間違いなく。まあコンピューターも同じような意見を言ってますけど、昔から27年前からですよ。まあ、その嘘のフェイクニュース見て間違える人は間違えますから、エネルギーを過剰に消費する。で、まあ結局は、そういうところを改善していける人間は誰かって言ったらテレビに出てる人だけなんですよ。有名人の人だけなんですよ。国会であれこれ言っても、テレビで放送しなかったら伝わらないじゃないですか。じゃあ、有名な人が自分の SNS とかで、発信した方が本当のこと、エネルギーの残存量問題にしても何にしてもそうですけども、最近やっと新潟県の方で、石油とガスに関して採掘は新潟県が日本一っていう、そのこの記事も昔見たことあるなっていう記事をやっと見つけれて、まあ今度それをその自分のホームページからその記事にアクセスできるようにはしておきたいなっていうところで、だから本当日本中いろんなところで掘ってると思いますよ。だから東日本大震災も海底油田を掘っていて、で大きな空洞ができて一斉崩落で地層がずれて断層、要するに地面がガタッと落ちる中は巨大な空間が出来上がってますから、それで大津波で大きな地震、連動的に今まで輸送っていうのは県の一つの県の範囲でとどまらなくて、だいぶ先の方まで広がってますから、まあ、関東の方でもそこそこの揺れが来ていたと。まあ、関東の方は関東一円の地下で陸地の方でガスの採掘は昔からしています。まあその話は27年前から知ってましたけども、もっと多分もう100年ぐらい前から本当は掘ってたんじゃないですか。だから他の記事を見つけるのもだいぶ、まあ一苦労ですね。以上です。まあちょっと最後の方はこういう風な話になりましたけども、次の試合の日程が日本の日付で月曜日で、まあ明日が、まあ、休日日ということにこちらの方ではなっています。先ほど そのサッカーの話もしましたから、実際のところは第5戦の間休みなのか休みなんかあったのかなって
UFO も少し。ありますね。以上です。